さ、こちら、あれ？どっかで見たことあるパッケージだよ、これ。見てごらん。な、エアウルフ、ヘリコプター、書いてあんねん、これ。え？これ。すっごいで、これ。なあ、こんな危ない商売、多分80年代ぐらいにやってたのさ、これ。エアウルフ。はい。で、キットナンバー5000って書いてあるやん。これ多分ね、5000って書いてるの、円じゃないで。ウォンじゃん。5000ウォンやと思うねんけどな、多分これ。こんな感じで。はい。見事なね、コピー品やで、これ。海賊版。これ大阪から僕の手持ちのやつ持ってきてんやん、これな。以前やったらね、ブルーサンダーやな。同じくヘリコプターやねんけど、戦闘ヘリのブルーサンダーかなんかも、やっぱこういう、韓国パッケージみたいなやつがあんねやんか。パチモンがな。過去の動画探ってみたらわかる。ブルーサンダーもあんねん、これ。で、こっちはね、エアウルフの方で、僕ね、これはあんま好きじゃないねんな。ブルーサンダーはかっこいいと思うねんけどな。青島からも、キットが発売されてるけどやで。うん。昨日かなんかも、見たわ。青島のエアウルフ。買おうかな思ってもだけど、4000円ぐらいする。たっかとかって、青島で4000円みたいな、とこやって、もうええって、もうパチモンがあったらええわってどうせ作れへんしって。ブルーサンダーはね、ごめん、青島のブルーサンダーはね、2000円ぐらいやった時に買ってんねん、何個か。半額ぐらいになってた時に2個ぐらい買ってんねんか。ブルーサンダー。で、ブルーサンダーはね、パチモンやろ。で、青島。で、あと、パチモン、青島。で、本家。モノグラムやねんけど、モノグラムの、モノグラムパッケージの、ブルーサンダーはね、弾が少ないねんな。で、今も、ほら、モノグラムっていう会社がないから。うん。やねんけど、なあ、青島、いんやーん、みたいなところで、これが、パッチモンのエアウルフ。これ。なあ。僕の手持ちやで、これ。いつ買ったんよ。だいぶんぐらい前やで。20年を前に買ってると思うよな、多分これ。今なんでって言ったら、古物営業法違反になることがあんねんな。中古品の店、中古なんかの店で、これを当たり前に買い取ったら、これ著作権侵害してる可能性があったら、古物営業法違反やねんな。これ。特に今厳しいから、こういうの。うん、こうやったごめん。最近たまに効果があるな。このパチモンが見たいっていう人おって、うん、パチモンキットがね見たいねんっていう人おって、な、これが中身、部品外れてるよ。シートが外れてんねん、これ。ごめん。二つ外れてんねん、シートが。うん。下ね。こんな感じで。本体があって、で、もう一枚枝があんねん。これ、デカール。エアウルフ、ヘリコプターって書いてあるやろ。これ。なあ。このね、海賊版って言われるコピー品はね、まあまあオリジナルのものやな。これも確かオリジナルモノグラムやったと思うね。アメリカやからモノグラムやってんけど、モノグラムの製品と比べて、やっぱりね、だいぶ品質が劣るのよ。これ。海賊版は。うん。
これ。あの、なんやろ、どう言ったんやろ、あのコピー印作る方法があんねんな。ちょっとすごい資本か、あ、まあまあの資本かかんねんけど、あのオリジナルのこのキットを持ってきて、それを反転させんねんか、反転してそれで金型を作り直すねんな。でこういうとこだけベロだけ変えてな、コピー品が出来上がんねん。これもうちょっと僕も見れねんけど、暇やから。ここほら韓国語になってるやろ、ほら。で後ろ48/1スケールってだけ書いてあるやん。モノグラムこんなに親切じゃないからな、本家の、うん、これエアウルフパチモンバージョンでございます。これ箱絵と中身違うやんみたいな、これ誰やねんこれ、おっさん、このおっさん誰やねんみたいな、これ韓国もなこんなことやっとったらあかんでみたいな。これエアウルフヘリコプターって書いてあって、このヘリコプターエアルフ言えへんどみたいな。これがね、実はあのこれたまたまね不意に持ってきてんけど、あのブルーサンダーとこのエアルフはパチモンコーナーのところに置いてあってん。パチモンキットコーナーっていう僕ちはあんねやんか、パチモンキットコーナーがあって、ブルーサンダーは前に持ってきたん、こっちに1個だけパチモンブルーサンダーで、青島のブルーサンダーとあの合わせたはずやねんけど、うん、いや、とうとうエアウルフを持ってきましたよ。